こんにちは。こんにちは。これ今日は持ってきてもらいました。これは SVL です。SVL っていうメーカーでしたっけ？サイモン V なんとかローさんが作ってる。ロベン・フォードとかのギターテックをされてた方が。あ、そうなんですか。そうです。それが一応立ち上げたという。かなりマニアックなブランドです。はいはいはい。で、あれですね、マット・スコフィールドが結構使ってて、そうです。注目されてた。そうです。ローズの、あ、ローズのやつね。ですね。で、これは54タイプの、ちょっと、さらにレアな。これ、54。何ですか？リザーブ。リザーブ。トラメバリバリ。はい。フレットは何なんですか？わかんないですか？わかんないですね。まあ高めのフレット。コンパウンドラジアスで。はい。根元の方がコンパウンド、こっちの方が平らになってる。平らになってる。はい。で、まあこの辺はまあ一般的な。でこれアッシュですか？アッシュですね。はい、これ僕のオリジナルアームをつけてくれていただきました。ちなみにボリュームポットも B カーブに。ああ、これカーブ変わってるんですね。はい、生徒仕様になってます。で、後ろが、まあ、バネこういう感じ。そうです。これも全部パーツあるんですね。オリジナルですね。あ、ちょっとこれ奥気味ですね。奥気味ですね。これ SG ストリングス。SG ハットの SG。はいはい、ありがとうございます。じゃあ一回どんな音をするか。で、リアもこれトーン通ってるんでしたっけ？フロントリアにトーンが。はいはいはい。センターは直結。僕のあのデパーゴに、ね、まあ似てる状態ですね。一回弾いてみましょうか。ハーフトンけどね。ハーフトンは。で、こっちも。3キロほぼフラットみたいなところなんですけど。フラット3キロ、うん、3キロ3.02とかそんなの。へえ、これじゃあ全然あれですね、
旅行できても持ち歩きには最高です。持ち歩きすごいいいぜ。意外と軽い割にパンチがあるような感じ、はい、福岡から来ても全然大丈夫、はい、新幹線の中でもバチリですですね。軽飛行機も手荷物検査、手荷物検査楽、あの余裕で行けるかこれじゃあハーフトーン今良かったですね。結構モダンな感じがしますね。でもレンジが広い感じで、はい、そうですね、枯れた感じっていうのはちょっとまた違う感じ、結構パリって、元気な感じです。狂ってますわ多分。アームやったらやっぱちょっと あれっていう。あかも。今2弦でだいぶ狂いましたね。そうそう。ここの角度強いとアーム結構戻り悪いですよね。なるほど。あのここね。はい。だからいつもイーストビレッジでこういうのかちょっと上げてくれるんだよね。あのスペーサーとかは、はいはいはい、かまして。まあでもアーム使わないしやったらこのままでいいと思います。けど。まあでもすごいあのバランスいい感じですね。鳴りが。SVL でした。ありがとうございます。